こんにちは、BNP チャンネルの河野です。本日は、背中のトレーニング前に行うウォーミングアップを一緒にやってみませんか。はい、ということでですね、コンパクトな動画となっておりますので、ぜひ見ていただいて、怪我のないように、そしてトレーニングの効率がより良くなるように、お伝えしていきたいなと思いますので、ぜひご覧ください。では早速やっていきましょう。はい、ではですね、背中のトレーニングいくつかあると思うんですけども、大きく分けて3つかなと思います。下から引っ張るもの、そして前から引っ張るもの、そして上から引っ張ってくるもの、この3つになるかなと思うんですけども、その全種目を行う上で大切なウォーミングアップを今日は3つか4つでですね、お伝えできればと思います。はい、まず最初はですね、背中のトレーニングする上で大切なのは骨を前に倒していくことですので、ももの裏側のストレッチです。これじゃないです。こっちです。はい。やっていきたいと思います。はい。はい、この台にですね、足を乗せていきますね。で、お辞儀をしていきます。1、2、3、4、5回。はい、こんな感じです。背中をまっすぐにして、ももの裏側が伸びてれば、で、腿の裏側を伸ばすときに、できるだけ立体的に伸ばしていきたいと思いますので、次はこう下がった後に出している足の方向に向かってねじる、ねじる、ねじる、これも5回ぐらい繰り返してあげると可動域がすごい広がっていきますので、ぜひやってみてください。じゃあちょっと岡田さんやってみましょう。はい、はい、ではやってみましょう。はい、お尻を引いて、そうですね、背中できるだけまっすぐにしてもらって、そこから前にじゃあ5回倒していきましょう。1、2、柔らかいですね。さすが美尻トレーナー。ペン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 叩いてますけど、オッケー。そしたらですね、前の足の方向、体を前に倒して、で、おへそからですね、画面の方を向いていただいて、にや、違う、見てにっこりじゃなくて、そう、骨盤ごとこちら側を向いていただいて、深く、でも倒したままでいいですよ。倒したままで体をねじって戻す。カメラを持ちながらねじっちゃった今。どうですか、伸び感は。めちゃくちゃ伸びます。いいですよね。やっぱりトレーニング前なんでね、この止めた状態で行うっていうよりは、こういうふうに、ね、動かしながらしてあげるのも大事かなと思います。 OK、 伸びました。伸びました。はい、じゃあ今日は左だけ。はい、もう皆さんはね、両方やってくださいね。はい、じゃあ次は、背骨を動かしていきましょう。後背筋の背骨だったりとか骨盤、あと腕についてますので、背骨の動きがいいと背中の筋肉を使いやすいです。1つ目、四つ前、はい、足の付け根に手が、肩の下に手首を置いていきますね。はい、そしたら腰を一旦反らしていきます。腰の筋肉に力が入って、で、おへそを見て丸まる、反らす、丸まる、これ繰り返しです。肩はですね、この丸まるっていうのがなかなかできない方が多いので、息を吐いてずーっとおへそを覗き込みながら、はい、でこれが10回で、10回できたら回旋をしていきます。はい、四つ這いだったところから顔の前にですね、片手を持っていきます。で、空いている手を耳の横にして前を向きます。で、また戻る。で、横を。はい、どうでしょう、これ、皆さんやってみて、真横抜けますか。でも、この辺で止まっちゃうことありませんか。日常生活で、回転でなかなか出てきませんから、やってあげることで、動きやすくなったりとか、ウエストマークね、引き締まったりしていきます。はい、これ、左右10回やっていきましょう。はい、じゃあ、岡部さん、やっていきます。はい。
はい、では岡部さんやっていきます。まず4点指示ですね。はい、そうですね、 OK、 はい、まずは体を丸めます。そうです。で反らしていきます。うん、あ、いいですね、息してますね。そう、腰が結構あれじゃないですか、岡部さんもお尻トレーニングとかするんで張りますよね。張ります、めちゃくちゃ張ります。この丸々動作って結構出にくかったりしますよね。さっきまでサーキットの撮影したんで多分もう体バギバギなんですけど、頑張ってくれてます。頑張ります。頑張るっていうほどの動きではないですけどね。今何回ですか？5回ぐらいです。5回ぐらいですか？ OK です。うん、すごい綺麗な、さすがですね。はい、じゃあ今日紹介なんであと1回ぐらいでお願いします。OK、 いいですね。はい、じゃあ次回旋していきます。はい、じゃあ右手お顔の前で、左手耳の横ですね。で、バーありがとうございます。はい、はい、背骨を、そうですね、ワンハンドローイングとかって知ってますかね、この片手でダンベル引っ張るやつ。はい、そういう時というかですね、この胸周りだったりとかこの背骨周りがね、柔らかい方がよく引けますから、はい、このウォーミングアップをねしていきます。はい、じゃあ、あと2回いきましょう。だいたいあばら骨のあたりから回してる感じですかね。 OK、 はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後ですね、最後は上から引っ張っていく種目のウォーミングアップですね。バンザイした時にこのストレッチが入ってグッと縮むと逆三角形の体型が作られるんですけども、その可動域を広げていくストレッチです。はい、また姿勢は四つ前ですね。で、運転しましたら、まずこの左側の後背筋を伸ばしていきたいと思いますので、右手の前に左手を置いていきます。で、お尻を引くとこの腰から腕にかけてストレッチが入ります。で、これでもう十分伸びるんです。すごい、もうなんか一人プロレスかかっちゃうんですけど、この位置からぐーっとさらに横に体重を上げていく。腕を伸ばして横方の方に体重を上げていくと背骨が横に曲がりますので、その時にさらにストレッチが強くなっていきます。気持ちいい、出ました。出ました答え。じゃあ気持ちいいやつ岡部さんもやっていきましょう。ほい、では、そうですね、クロスするというよりは前に置いてもらって、うん、で、お尻を後ろに引いていきますよと。はい、ね、このお尻のところからこの腕の内側ですねまでストレッチがかかっていきます。うん、ま、猫背巻き型の方もですね、ここの広背筋ってすごい硬くなってますので、これ伸ばしてあげることで姿勢の改善にもなります。はい、で、そしたらですね、左腕の方に体重をかけてみてください。いいっすね。そう、なんか上から見るとちょっとこうしなってる、背骨しなってる感じ。すんごい汗かいてるじゃん。すんごいじゃん。モザイクですね、これは。はい。どうですか、伸びるこれ。めっちゃ伸びるよね。そう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 。結構ね、背中の種目するときにね、その背中の下部のところまで意識できない方多いので、今岡部さんも触ってますけども、そのあたりまでですね動かしてあげると、はい、後ろ姿さらに綺麗になってきます。ありがとうございます。はい、今日は広背筋のトレーニング前に行うウォーミングアップをやってきました。
これいらない。そうしましょう。いらないですね。ちゃんとやります。はい。広背筋のトレーニングする前に行うウォーミングアップやっていきました。ぜひですね、今までウォーミングアップしてなかったよって方は、この4つを行うだけでいいかなというふうに思いますので、まず実際にやってみてください。はい、この動画がいいなと思ってくれたら、いいね。そしてチャンネル登録まだの方、あなたのこの一ポチリが私たちのね、喜びに変わりますので、ぜひお願いします。お願いします。では、今日の動画お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。